注意。この動画は、うぷ主が中学1年生の頃に制作した動画です。超低クオリティ&薄っぺらい内容なのでご注意ください。なお、この動画と現在の動画の質は天と地以上の差なので、今回の動画で、このチャンネルつまんねえしクオリティ低いな、とは思わないでください。それでは、僕が中学生の頃に作った茶番、恥ずかしい時あるある、とくとご覧あれ。よし、誰もいないな。よし、早速読もう。知らす入るわねー。ハンコロラッピンパン。お母さん。ごめんなんでもないわ。恥ずかしい時あるある、エロ本読んでるのが親にバレた男子なら一度はあるかも。手を組んでソダシを倒したのさ。天皇中心の国にするために。別にドキリか。なんでそうなったんだろう。あのお母さん。恥ずかしい時あるある、先生をお母さんと呼ぶ、これはめっちゃ共感できる。何をめいださい間違いしてんだやーや。あ、帰り遅くなっちゃったな。そうだ、どうせ一人なんだ、歌って帰ろう。プリキュア、よしもう。一難去ってまた一難、ぶっちゃけありえない。なんかすいません。恥ずかしい時あるある、大声で歌ってたら普通にしといた。いや、あの歌は余計に恥ずかしいだろ。くそ、お邪魔状態はよかった。いや、どっちでも同じだよ。やっぱりサンドウィッチマンなだけあって、仙台っぽいよね。ほんとほんと。なんでサンドウィッチマンが仙台なの？サンドウィッチマンって仙台出身だから。サンドウィッチマンは気仙沼出身でしょ？いや、仙台だと思うよ。気仙沼だってば、より姫、仙台で合ってるよ。嘘だー。ほら、調べてみ。どれどれ。マジじゃねえか。恥ずかしい時あるある、自信満々に主張したのに自分が間違ってた、これもわかる気がする。いやー、恥ずかしい。おお、1000人いったぞー。なんとチャンネル登録者が1000人を突破しました。登録してくれた皆さん、ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。